藤ヶ谷洋介藤ヶ谷洋介は静岡県浜松市東区出身の元プロサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。幼少時は父親の影響で野球をやっていた。小学校3年時に中の町小学校へ転校したが中の町サッカースポーツ少年団の指導者でもあった担任教員に誘われてサッカーを始める。同少年団ではフォワードからゴールキーパーまでべての ポジションを経験した。小学校4年時には浜松市の選抜チームである浜松 JFC にゴールキーパーとして選出され、以後重要な試合の際はゴールキーパーとして試合に出た。進学先の天竜中学校サッカー部以降はゴールキーパーに専念。中学生の頃は静岡県西部選抜にも選抜され少しずつ、 ゴールキーパーとしてプレーする面白さを感じたという。中学校卒業後は、岩田東高等学校に入学しサッカー部に入部。同級生の一人に、古橋達也がいた。藤ヶ谷は後年インタビューにて、高校時代にゴールキーパーとしての基本や考え方を教えてもらったと語っている。1999年、J2 のコンサドーレ札幌に入団。サッカー部監督のつてで、 J リーグクラブに練習参加し、そのうち唯一獲得のオファーがあったのが札幌であった。同年10月31日の J2 第33節にて74分に佐藤洋平が退場処分を受けたことに伴う途中交代で J リーグデビュー。その後しばらくは出場機会が多くはなかったものの u うマイナス18、日本代表に選出されている。 2003年からは佐藤に代わりレギュラーに定着した。ユース代表としては、2000年のアジアユース、2001年のワールドユースともに、U-19、U-20 日本代表のレギュラーとして、日本代表のゴールマウスを守った。2005年にガンバ大阪に移籍した。背番号は22。当初はベンチに座る日々が続いたが、政治意だった。 松代直樹の故障もあって、この年のシーズン後半からレギュラーとなり、G 大阪のリーグ初優勝に貢献した。その後も松代と熾烈なレギュラー争いを繰り広げたが、毎年コンスタントに20試合以上に出場した。松代が引退した2010年からは、背番号を1に変更。遺跡後初のリーグ戦全試合フル出場を果たし、名実ともに、聖 GK に定着した。 G 大阪の公式応援番組、ガンバ TV 青と黒の年末特別企画、ガンバ TV アウォーズでは、選手とサポーターが選ぶ影の MVP に選出された。2011年も2年連続で公式戦全試合にフル出場した。しかし、2012年は開幕から不安定なプレーを露呈。4月28日の鹿島アントラーズ戦では、 遠藤康氏からのスルーパスをクリアできず空振りし、大迫祐也にゴールを許したミスを含めて5失点で、大敗すると、5月6日の大宮 RD ャ戦からは、木村厚志にレギュラーを奪われた。6月26日に、木村が負傷離脱した後は再びレギュラーに戻るも、28試合出場で58、失点を喫し、リーグ戦17試合以上に出場した GK の中で、 最低のセーブ率を記録するなどシーズン通して安定感のかける一年となり、チームも終始低迷。最終節のジュビロ岩田戦で敗れ、J に降格が決まった。2013年は公式戦全試合にスタメンフル出場しガンバの J1 復帰に貢献。シーズン終了後、契約満了に伴い9年間プレーしたガンバからの対談が発表された。2014年、 川口農活が抜けた地元のジュビロ岩田へ完全移籍。移籍後は開幕からスタメンを掴んだが、第8節の横浜 FC 戦からは、八田直樹がスタメンとなり控えとなった。第16節ァジアーの岡山 FC 戦では、八田の負傷により後半開始から9試合ぶりに出場するものの、翌第17節のミトホーリーホック戦から再び、控えに回り、結局最後まで、 出場機会は訪れなかった。2015年、河田明平の遺跡と木村厚氏の引退により、新たに控え GK を探していた古巣の GO 大阪からオファーを受け、1月15日に2年ぶりとなる復帰が発表された。リーグ戦の出場は、正ゴールキーパー東口淳章が負傷交代したことで投入された一試合のみで、他は東口が日本代表に招集されて、 不在だったナビスコカップ4試合と、駿河銀行 CS に出場した。ただほとんどの試合には、ベンチ入りしており、緊急時に出場した際も、安定感あるプレーを見せた。2017年11月29日、現役を引退することを発表した。2018年1月15日、ガンバ大阪、ジュニアユースコーチ就任を発表した。その他の公式戦その他の国際公式戦。 ありがとうございます。